ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、チャック RXY です。マザー3実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで今回パート40なんですけれども、前回種ひねり島に漂着をした4人、渦潮様に全ての荷物を流されてしまいまして、体力と MP が1という状況で始まったわけなんですが、謎のキノコを食べてね、まあ体力とかは回復したんですけれども、幻覚の世界に誘われてしまって、まあ主人公たちが過去に出会ってきた人物がなぜか敵として現れました。でまあそんな中でね、無事にこの島にいるというマジプシの、ミッシーことミクソリディアのもとに無事にたどり着くことができて、幻覚を解除してもらったというところで前回は終わりました。で今回は引き続きこの種ひねり島の奥へと進んでいきたいと思います。で一応ですね、この収録外でまあちょっと戻りまして、敵をね倒して少しだけレベルを上げました。あと持ち物も整理したので、あと進むだけだね。うん、進むだけです。というわけでこの中に入る。お、歩くキノコ、早歩きキノコに行く手を塞がれた。絶対こいつファイヤーに弱いよね。怖いお面、そんな強くない。さらに攻撃力を下げる。そう、攻撃 OK、 強い。敵が弱いのか自分たちが強いのか。でまた早歩きキノコ OK です。なんか落としたりとかはないみたいだね。針はどこ？あれはタイタニーなのかな。2体同時に戦いたくなかった。タイタニアンか。PK フリーズに弱いので、 PK ガン、 PK フリーズガン、まあ催眠に弱かった気がするんだよな。あれ、いけフリーズ、いけ強い。怖いお面をかぶった方がよかったかもしれない。ワン OK、 攻撃力を下げて、くすぐり棒で防御力も下げる。効かない。もう一回、オッケー。ちょっと減らされたな。おう、おうおうおお、ちょっと回復します。はい、回復しました。すみます、今日は5月の8日の火曜日なんですけど、おっと、はい、 OK。 まあ今日5月の8日のね、火曜日なんですけど、今日なんか雨が降って急に冷えたんですよ。だから僕の部屋すごい寒くて、なんでなんだろう、なんだよあれ、もう。おや、迷惑な風に行く手を下がれた。まあ怖いお面で下げつつの匂いを嗅ぐ。早い。雷に弱いの、しびれに弱い。あれ、雷は PK サンダーなんだけど、怖いお面もう一回かぶっとこう。うわー、
はいはいはい、もう一回怖いおめん。強いな。オッケー、強いと思ったら弱かったっていう。おう、何だったんでしょうあいつは。音楽は穏やかなのにね。おお、どこ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 だ。はいは、はい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 、なるほど。これはなんかヒントになるとかそういう感じなのかな。またいるよ、迷惑なやつ。うわ、2体いい、2匹もいるよ。2体同時はちょっと厳しい。あ、こっち何もないね。いや、あーダメだ。はっ、いや、これは避けられないか。2体同時は避けられないか。 OK、 避けられた。イエス、グググググググ。なんでやねん。ふう、地味に体力を削ってくるタイプではあるね。うわー、またいるよ。ちょっと回復しますね。はい、というわけで回復しました。こっちに行ってなかった。え、地図とか持ってないもんね。これはなんか入ってるかな。ツバメのバンダナを手に入れた。ラスターにつけられるのかな。やっぱりそうだな。はい、装備しました。こっちはなんか、こっちもこっちで道があるし、でもこっちの方が進さここで噛むか。先に進むルートっぽかったね、あっち。うわ、復活してんじゃん。なんでだよ、最悪やな。今だ。うわー、やっ、うわ、2体も。オッケー、片方動きを止めてしまえばそこまで強くはないな。あら、こっちはなんだろう。お、宝箱だ。宝箱っていうか、まあ普通の箱だけど。気迫の棒を手に入れた。これは主人公の装備っぽいな。オッケーです、それでは行こう。ヘイ、オッケー、ちょっとだけ回復します。はい、回復しました。それじゃあ先に進みますね。針にもうちょっとでつけるんじゃないかな。お、カエルさんがいるのでちょっとセーブします。はい、セーブしました。それではどうやら針の場所に着いたようだが、何？何あれ、あれがなんかミクソリディアの言ってた結界ってやつか。よし、ボス戦だ。結界トリオってこれか。いちいち名前が掘り付けてあるぞ。結界くん、結界ちゃん、結界ドン。本当に強いのか。あ、いや、何何その格好は何なんだ。ちょっとみんなガードして、とりあえず匂いを嗅ぐ。不思議生物臭いけど。結界ドンの呼び声で結界トリオは結界のポーズをとった。なんか多分物理に強いとかそういう感じなのかもしれないね。ちょっと攻撃してみよう。怖いお目で攻撃力を下げつつ。やっぱりそうだ。え、
PK ファイヤーガンマ強い。ちょっと待ってくれ、みんな一回回復に専念してくれ。やばい、 PK サンダーガンマ、うわー、なんだと。なるほどね、そういうことね。とりあえず回復。わっ、がっ、だっ、あ、厳しい。ガッ、これは厳しい。今回の戦いは厳しいかもしれない。とりあえずできるところまでやってみるか。ああ、全然攻撃効かないな、これ。ちょっとやり直しになるな。カットです。はい、というわけでちょっとですね、まあ、あまりにも強かったのでレベルをちょっと上げてきました。20分ぐらいずっとやってたけど、これでもう一回このトリオと戦っていきます。さて戦ってやろうじゃないですか。ですね、で、まあ、最初のシールドを破壊しなければならないんだけど、その前にオフェアドオメガをやりたいね。で、オフェダウン、アルファ、攻撃、攻撃と。オフェダウン、オフェダウン、ディフェダウンだよね、ディフェダウンじゃダメだよ。ここからが本当の戦いなんですけど、オフェアップでしょ。ディフェダウン、ディフェダウン、PK ファイヤーガンマ。ちょっとこれが痛いけど回復、ちょっと待って、回復します、ディフェダウンします、回復します、ちょっと待って、回復します、回復します。 OK、 ディフェダウン、ちょっとまだ回復したいかな。ディフェダウン、アルファ、回復、回復、さあディフェダウンだ。え、PK ファイヤーガンマ、なぜ。ちょっと効いてないな。ディフェダウン、回復、ダウンで自分の回復に回るか。PK ファイヤーガンマ、みんな急げ。 PK フリーズガンマ、なんで。危なかった。ディフェダウンアルファ攻撃、あれ、ディフェアップオメガ、ディフェダウン、ディフェダウンオメガ、ディフェダウン攻撃、攻撃でしょ、ディフェダウンアルファ、ディフェダウン、ディフェアップ、これはサイクルきたか、
もう一回オフェアポーネやっておこう。でディフェイはダウンでしょ。ディフェイダウン。あー、ビッグファイアガンマ、ベータだ、ベータだ。ちょっとやばいので、ライフアップガンマ、ベータだ。誠実団子。あ、間違えた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 。回復させられて間違えた。ディフェイダー、ディフェポン、オエ、ディフェイアップアオメガ。はい。ディフェイダウンアルファ。誠実団子、自分で食べる。ディフェイダウンアルファ。ライフアップガンマ、ビーケファイアベータ、攻撃、ディフェダウンアルファ、ディフェアップオメガでしょ。で、ディフェダウン、攻撃、攻撃、ディフェダウン、攻撃、ビーケフリーズガンマ、ラスター、間違えた。仕方ないか、これは。ビーケファイアガンマ、この状況を打破する。ライフアップガンマ、ライフアップベータ、ピー、オフェ、ディフェダウン、アルファ。これの繰り返しかな。多分このターンはね、相手攻撃してこないかな。そうだね、これの繰り返しになるかもしれないね。アシスト、アシストでディフェイダウンアルファ、ディフェアップガンマオメガ、もう神々エブリバディ。ディフェイダウンアルファ、ディフェイダウン、ディフェアップ、もうなんか自分でも何言ってるか分かんないよ。ディフェイダウン、攻撃、お、機械ボスを解いた。これはね、どう来るかわからないけど攻撃しとこう。今のうちにマジックゼリー、あ、や、マジックプリンを食べてもらおう。マジックプリンを食べる。はい、リケサソーム、ライフアップガンマ、誠実団子食べる。コンセントレーションした。攻撃、回復、放つ力が残っていなかった。おっと、燃え尽きた結界トリは最後の結界ポーズを取った。素敵だった。やった、勝った、やったー、勝った。結界トリ動かなくなった、やった。ラスターとリクの犠牲があったけど無事に倒すことができました。オッケー。え、また来たよ。うわ、来やがった。こんなことしてる間に抜いちゃえ。早く早く。なんで抜かないんだろう、こういう時に。うわー、中佐がいっぱい来た。レッドカーペットだ。うわー、謎の男、仮面の男が来た。語りかけてきてるな。仮面の男、え、嘘でしょ、嘘でしょ。なんで早く抜かないんだろう。え、こいつ目の前で抜く気？最悪。とてもなんか心の奥底に
すごい嫌な気持ちを持たせられた感じなんですけど。こんなにさ、後味が悪い終わり方ってある？あんななんかさ、奴らが来てる間にさ、見つめてないで抜いちゃえばよかったのに。ほらほら、あんたたちいつまで寝てるの？ミッシーが。案外開けなかったわね。RX はあなたの心ではなく、あの仮面の男の心が闇のドラゴンに移された。仕方ないわね、それはそれで運命。ただ不思議なの、あの仮面の男の心の気配が大地から感じられない。もう私は消えてしまうから、あとはハチに任せて。海岸に待たせてあるから、背中に乗って竜参りまで帰るといいわ。私のひげ剃りと口紅あなたにあげるわ。私だと思って大切にするのよ。形見だ。ミッシーの形見をもらった。待って、忘れちゃいけないことがあったわ。これをイオニアちゃんに渡してほしいのよ。おいしいピクルスを手に入れた。竜参りには確か地図き地図持ちのマップソンとかいう男がいたはずよね。いますね。イオニアちゃんのお家の場所もその人ならわかると思うわ。急いで行って、これを持ってイオニアちゃんのところへ。あー、消える。さようなら。なんと後味が悪い負け方でしょう。とりあえず今回は竜参りの村まで戻って終わりたいと思います。まずはセーブしましょう。オッケーだ、着いた。8、行こうか。ミクソリディア様にあんたたちを竜参りまでお送りするように仰せつかったんです。僕は見ての通りタコですが、乗って行ってください。はい。タクシーもう完全にタクシーって書いてある。おお、危ない。捕まるとこないけど、しっかり捕まっててねそれは大丈夫なのかい。この状態だと敵と戦わなくていいってことなのかな。おお、酸素補給マシン喋るの喋るの、酸素補給マシン。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お酒が上がりますしゃべるの全然知らなかったんだけど。着いた。それじゃあ僕はここで失礼します。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。無事に結界トリを倒したのはいいんですけれども、5本目かな、5本目の針、謎の仮面の男に抜かれてしまいました。あんななんかさ、登場シーンをさ、わざわざ見てるぐらいだったらさ、その瞬間に針抜けただろって僕は思っちゃうんですけど、まあゲームだから仕方ない。ということで次回6本目の針を目指して、まあ、次なる場所へ行きたいと思います。というわけで以上、ジャック RXY でした。ご視聴ありがとうございました。このマザー3の実況プレイのプレイリストの URL が動画の概要欄にあります。パート1から気になったという方はぜひご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。